2015FIFAU-17 ワールドカップは2015年10月17日から11月8日にかけてチリで開催された第16回目の FIFAU-17 ワールドカップである。ナイジェリアが決勝でマリを下し2大会連続5回目の優勝を果たした。各チームの登録人数は21人。年齢制限は誕生日が1998年1月1日。 以降の選手。チリは2015年にコッパアメリカも開催されたため、一部コッパアメリカで使用した会場でも行われる。試合開始時刻はすべて現地時間。各組2位までと3位の内上位4チームが決勝トーナメントに進出する。グループステージの組み合わせは2015年8月6日に行われて以下の通りとなった。グループ A、チーム 1V、チーム2、 チーム一 v チーム二、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 チーム一 v チームに、チーム1部、チームにグループ B、チーム一 v チーム二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 、グループ C、チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二。

チーム一 v チーム二、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 チーム一 v チーム二チ準々決勝、チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二チーム1部、チーム2準決勝、チーム一 v チーム二、チーム一 v チーム二三位決定戦、チーム一 v チーム二決勝。 チーム1 v チーム2、ありがとうございます。